はい、鎌倉副住持さんに来ています。ここは北条政子様と源実朝子のお墓があります。先に実朝子、あ、すいません、お墓がねちょっと分かりにくいんで、こっちが実朝子で、左側のこの奥にあるのね、入り口に書いてある、ね、北条政子様と。実朝子は旗の市の方にも、菩提寺と首塚なんかがありますんで、そちらも合わせてビデオ出しますね。ご覧ください。こちらがね実朝子のお墓ですね。立派な墓石になる、まあ、後世直したんだと思いますけどね。ちょっとこの周りもこう土じゃなくて石になってますよね。鎌倉って言ったのこう土を、ね、掘ったような、これ完全にこう、ね、エジプトじゃないですけど、石に覆われた石室みたいな感じになってますよね。小さい花が添えられてます。こちらが源の実朝子の墓所、墓碑になります。そしてここに書いてあるんでね、ちょっとこれは古いやつなんで、はい、でここの小さい堀とは別なお子さんとか別な方ですね。で、政子様はこれなんですね。さすがにお花は絶えないところですけど、ちょっと実朝子に比べたら小さいです。実朝子の向かって左側になりますね。まあ、動画だとそういうところはお伝えやすいと思うんですが、北条政子、源頼朝子の奥様と将軍の御台所と、まあ、天御台とかね、天将軍とか言われてますけども、まあ、今年の来年ですか、大河ドラマでも非常に、うまく描かれると思いますね。まあ、墓碑なんでこのぐらいにさせていただきます。はい、源の実朝子と北条政子様のお墓、鎌倉の副住持さんからでした。こういう感じでね、ちょっと今つまずきそうになったんでご注意ください。